炎アメリカのラジオ番組に出演した日本のアーティストグループナンンバーアンダーアダインアイ炎が話題沸騰中。なんと番組出演後ファンクラブサーバーがダウンするほどのアクセスが集中。叫び最近エンタメ業界における日本のアーティストのグローバルな進出が目覚ましいものとなっています。特にナンンバーアンダーアダインアイというグループがアメリカの人気ラジオ番組に出演したことで。 その影響力が一気に爆発し、多くのファンやメディアの間で大きな話題となりました。このラジオ出演が引き起こした衝撃の一つとして、ファンクラブ、i l y ズのサーバーダウンが挙げられます。予想を超えるアクセス集中により、サーバーが一時的にダウンし、ファンたちは一時的に混乱状態に陥りました。しかし、なぜここまでの影響を与えることができたのでしょうか。その背後には、平野翔 ガンユ詩、神宮寺タというメンバーの圧倒的なカリスマ性と、彼らの人気が国際的に広がりつつある現状が大きく関係しています。まず、ナンバーアンダーライン愛がアメリカのメディアに出演するという事実自体が、すでに大きなニュースとなっています。日本国内ではその影響力はすでに十分に確立されていますが、海外市場、とりわけアメリカに進出するという挑戦は、日本のアーティストにとって非常に大きな一歩です。 彼らが出演したのは、全米最大のラジオネットワーク、アイハートラジオの人気番組でした。この番組は、アメリカ全土に放送されており、リスナーは何百万人にも及びます。そこでの出演は、単なる音楽パフォーマンスにとどまらず、彼らの人間性やグループの一体感を垣間見ることができるインタビュー形式で行われました。このインタビューの中で、メンバーそれぞれがファンから寄せられた質問に真摯に答え、 そののの姿勢が多くのリスナーの心をつかみました彼らの謙虚さや温かい人柄が伝わり、ラジオを聴いていた人々の中には、初めてナンバーアンダーライン愛に触れるという層も多くいたことでしょう。このラジオ出演直後、彼らの公式ファンクラブサイト、ILYs には、世界中からアクセスが殺到しました。これにより、サーバーが一時的にダウンするという事態が発生しました。通常、 サーバーダウンは予期せぬ出来事として捉えられがちですが、このケースにおいては、彼らの影響力がどれほど急激に広がっているかを示す象徴的な出来事となりました。ファンクラブに登録しようとする新規ファン、彼らの最新情報を確認しようとする既存のファン、さらにはメディア関係者も含め、サイトには膨大なアクセスが集中したのです。これは、彼らの人気が単なる一時的なブームではなく、 国際的な現象として定着しつつあることを裏付けるものでした。ここで、ナンバーアンダーライン愛の成功の背景にある要因を考察してみましょう。まず、彼らの音楽自体が非常にユニークであることが挙げられます。日本のポップ・カルチャーは、国内ではもちろんのこと、アジアを中心に多くの国々で支持を集めています。しかし、アメリカ市場は非常に競争が激しく、特に音楽業界では、 多多種様なジャンルやアーティストがひしめき合っていますそんな中、ナンバーアンダーライン愛はただ日本の音楽を持ち込むのではなく、彼ら独自のスタイルを確立し、それを世界に向けて発信しています。平野翔の力強くも繊細な歌声、岸優太のリズミカルなダンスパフォーマンス、そして神宮寺優太の魅力的なビジュアルとステージパフォーマンス、これらが一体となり、他に類を見ない独自のエンターテインメントを作り上げているのです。 また、彼らの成功には、SNS の影響力も無視できません。今日の音楽業界では、SNS を活用したマーケティングが非常に重要です。ナンバーアンダーラインアイもまた、Instagram や X、旧 Twitter、YouTube を通じてファンとの密なコミュニケーションを図っており、そのフォロワー数は急速に増加しています。彼らの SNS 戦略は、単に情報を発信するだけでなく、 ファンンンとのインタラクションを大切にしている点が特徴的です例えば、ラジオ出演後には彼ら自身が SNS でファンに感謝の言葉を伝えると同時に、その感想をシェアすることで、さらなる話題性を呼び込みました。このように、彼らは一方通行のメディアではなく、ファンとの双方向マとな関係を築き上げているのです。しかし、アメリカ市場に進出するという挑戦は決して簡単なものではありません。 日本国内ではすでに成功を収めている彼らも、アメリカではまだ知名度が低く、ゼロからのスタートを切らなければならない場面が多々あります。これに伴うプレッシャーや期待は計り知れないものでしょう。しかし、彼らがアメリカでどのようにしてその名を広めていったのか、その成功の鍵は一つの出来事に集約されるわけではなく、積み重ねられた努力と戦略的なアプローチにあります。まず第一に、 ニューヨーク・タイムズ・スクエアに掲出された巨大な広告が彼らの存在をアメリカ中に知らしめる大きなきっかけとなりました。この象徴的な場所に彼らのビジュアルが映し出されたことで、多くの通行人や観光客の注目を集めました。その瞬間をスマートフォンで撮影し、SNS にアップする人々が増えることで、彼らの知名度は一気に拡大しました。さらに、この広告キャンペーンは、単なる一時的なプロモーションではなく、 彼らがアメリカ市場で真剣に活動を展開する意欲を示すものでした。また、彼らの音楽が Spotify や Apple Music といったストリーミングサービスで配信され、アメリカのリスナーにも届くようになったことも大きな要因です。これにより、ラジオ番組に出演する前からすでに一部のファン層が形成されており、そのファンたちがラジオ出演の情報を SNS でシェアすることでさらなる拡散効果を生んだのです。音楽業界では、 ラジオ出演や広告以上にストリーミングサービスでの成功が重要視されることも多く、ナンバーアンダーライン愛もこの点において着実に成果を上げてきました。さらに、彼らが出演したラジオ番組は、単なる特集ではなく、リスナーとのインタラクションを重視した構成となっており、リスナーからの質問にメンバーが直接答えることで、彼らの人間性やグループとしての絆が一層強調されました。このような形式の番組は、 リスナーにとって非常に親しみやすく、特にアメリカのリスナーには新鮮な印象を与えたことでしょう。メンバーたちがそれぞれ異なるバックグラウンドやキャラクターを持ちながらも、一つの目標に向かって団結している姿は、多くのファンにとって魅力的に映ったに違いありません。このラジオ出演後、アメリカ国内での彼らの人気は急速に広がり、各種メディアでの露出も増え始めました。特に、 インターネット上では彼らのパフォーマンス動画やインタビューがバイラルヒットし、新たなファン層が続々と生まれています。このように、ラジオ出演を皮切りに、彼らのアメリカ進出は着実に成功への道を歩んでいると言えるでしょう。ナンバーアンダーライン愛の成功は、単に彼ら自身の努力だけでなく、日本の音楽やカルチャーが世界中で受け入れられる土壌が整っている。ことも一因です。近年、 アニメや漫画などの日本のポップカルチャーがグローバルに広がっている中で、音楽もまたその一翼を担っており、特に若い世代の間では日本のアーティストに対する関心が高まっています。このようなトレンドの中で、ナンバーアンダーライン愛は単に日本のアーティストとしてではなく、世界に向けて新たなエンターテインメントを提供する存在として位置づけられているのです。今後、彼らがどのような活動を展開していくのか。 その行方にはまままますすすが集まりますアメリカのみならず、他の国々でもその影響力を拡大させることが期待されており、彼らの挑戦はまだ始まったばかりです。